も、前回ボスをいとも簡単に討伐した神です。あのボスもかなりポンコツだったとお見受けする。は？私が成長してるに決まってるでしょが、まあその成長っぷりを今回また見せつけていこうと思うわ。逆効果にならないことを祈ってるよ。お嬢様、初心は忘れてなんとやらですよ。初心忘れちゃったらダメだろ。スズメか、スズメなど私の敵ではない。嘘死にでもして食ってやるわ。気持ち悪い。痛い。やっぱりお嬢様の敵はトゲでござりましょうね。こんなものかすり傷で。あー、痛い。ここはハリヤマ地獄か。てめえハリヤマ地獄に行くような罪を犯したのか。あの地獄にはグリーンなどをした人が行く場所だと知恵袋に書いてありましたね。昨夜の知識知恵袋なの。私の知識はほぼ知恵袋でできております。知りたくなかった。あの美味しい紅茶の入れ方も知恵袋で質問いたしました。まさかの誰かの質問を参考するのではなく自らが質問していた。届かなかったー。痛い。成長っぷりを見せつけるとは。お前前回ポンコツ要素が足りないって言われたからって無理に出さなくていいんだぞ。あ、バレちゃった。じゃあ動画的にどうかと思うけど普通にやっていこうかしらね。お嬢様汗が尋常じゃありませんけど。冷や汗よ。冷や汗って言っちゃってるよ。なんて？なんでキノコにまで攻撃されねばならんのか。お前の敵はいつも地形なんだよな。向こう側は無防備なんですけどね。こいつが戦ってに突っ込んでいってるだけ。ノーキンプレイみたいな言い方やめてもらえます。事実だし。事実ですね。おらキノコ。え？お前キノコだったの？自分のことをやって言ってるわけじゃねえよ。しんのすけじゃねえよ。ちょっと今のボケわかりにくかったのでカットでお願いします。すべてしっかり流されております。いたたたたたた。なんでこんなトゲに突っ込んでいってるしんに集まらないボケを流されないといけないんだ。全部お前のせいなんだよな。痛い痛い痛いって言ってるだろうが。すごい、初めて人間ピタゴラスイッチを見た。これだけ地形に嫌われる人も珍しいですね。ちょっとタイミングよく落ちちゃった。いやなんて。いやだから。お前ジャンプ知らねえの？このキノコアロにアルファついてるんだわ。だとしたら足さえ離れないだろ。いやそこはせめて避けろよ。お嬢様、ジャンプなんて？いやマジでもうフォローできねえわ。最初っからフォローしてくれてねえよ。それでは1回目の挑戦でヒッター。1回目の挑戦のくせに喜び方尋常じゃないだろ。いやなかったことになんてしませんから。いやカットで今のを1回目ってことにしてよ。だけどその後のグダグダ感も半端ないのだが。手遅れですお嬢様。あのキノコすら敵に見えてる。お前キノコになんかしたんじゃねえの？キノコに恨まれる。もうやだ、帰りたい。キノコ、話し合う。話し合うことなんてないってさ。もう1年分1日でケツにトゲ刺さったんだけど。いや言ってってケツにトゲが刺さるなんてことないから。1年分も一生分もないから。クソ、本丸にたどり着く前にこんなに体力を削られてしまった。ほぼトゲとキノコでな。おかしい、成長した姿を見せるはずだったんだが。おかしいのはお前のプレイングだわ。こんな危なっかしいトゲ最初に排除してやるわ。お前の敵は後ろにもいるからな、気をつけろよ。恐ろしくてうかつに近づけんな。いや近づいてる近づいてる。いやなんか見たことのない魚みたいなイノシシがおるのでよ。魚とイノシシ絶対に結びつかなそうな2つですけどね。いやあの速さはイノシシだろ。ということはこれはボタン投げじゃな。その肉を落とすやつ。はあ、もう無理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 。また最初からは無理。お前やられたらまたあのピタゴラゾーンからやり直しだぞ。まさに地獄。ウサギ、お前が最後だな。私にはもう後がないのじゃ。おやー、スズメー。ここからは一発も攻撃を受けてはいけない縛りだ。ただやり直すのが嫌なだけだろ。そうだよ。おー、なんだこれ。ついに私キノコを味方につけました。キノコは最初から平等なんだよな。しかもギリギリになると本当に被弾しなくなるのは何なんでしょうね。いやー、まだ出てくるか。ゼミーの命もここまでか。まだ終わったわけじゃないわ。イノシシみたい。あ、これ終わったかもしれない。今からジャンプの犬トレでもしておくんだな。もうあそこは行きたくない。お嬢様、コロモの存在を忘れではないですか。そうだ、前回あんなに活躍したコロモを使ってないではないか。目の前にも後ろにも敵がいて、どうしたもんか。挟まれた。一生懸命サクナ姫をプレイするお嬢様ですね。サクナ姫のイラスト初めてもらったわ。嬉しい。はい、すんなりここまで来れました。皆さんが想像するようなことはありませんでした。おい、やめろ。何を流しておる。大丈夫大丈夫。倍速だから見えないって。いや見えないほどの倍速じゃないだろう。しかしよしここまでいい感じにトゲに当たれますね。一種の才能と言ってもいいだろう。そんな才能いらないんだよ。いやそれにしてもひでえな。しかも途中でお亡くなりになられたとは。隠しておけるものをどうして流す。今回はポンコツ成分たっぷりでお送りしております。この成分をうっとりますと頭からキノコが生えてまいります。おめでとうございます。全然めでたくねえよ。お嬢様がポンコツであればあるほど犠牲者が増えるのでございます。そんなこと言ったらこの動画見てる人少ないんだから、それ以上に減ってしまうだろう。しっかりやってくれれば良いのです。ですから最初からやってんだわ。これでもポンコツ成分が足りないという方は処方箋を出ししておきますね。もういいもういい、お腹いっぱい。しかも怪しすぎんだろその薬。お嬢様残り体力少なくないですか。え、ここに着いた時はほぼ満タンだったのに。ここでやられればどうなるかわかりますよね。もう二度とあそこへは行きたくないの。食料が腐らないように加工しておるが、あれは持ってはこれないのかな。確かにただ加工してるが食べてるところは見たことがないな。あれで体力回復するとかではないのか。それでは右にのメイクユーハッピー踊ります。現実逃避しようとすな。世界ただきますの防具でしかない。もう敵はウサギしかおりませぬ。いやウサギとキノコな。あいつはふとした瞬間に牙を。あー危ねー、このキノコが。不足終わったー。まったく偉い目にあったわい。もう二度とこの森に足を踏み入れることはなかろう。さあ帰って鍋じゃ鍋。なんだこの寒さは。冬ですからね。寒いのは当たり前です。マジですやねんか。こりゃ絶好のボタン鍋日和じゃわい。見るて鍋の用意じゃ。なんという寒さじゃ。一歩先も見えんかったわ。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおるに違いない。しばらくは狩りどころではございませぬな。狩りに行かなくていいのか。やったぜ。狩りに行かないとお餌にするだろうが。お帰りなさいませ、さくな様、ジー殿。ささ、早うお召し替え、木にお渡りください。ミルテ、とにかく鍋の準備じゃ。え、鍋は？なんじゃこのゴミは。お嬢様、食べ物をゴミだなんていけませんぞ。なんじゃこれは。見りゃわかんべ。
手鎖の団子だ。それがしとミルテで作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも参りませぬのでな。手鎖と申したか。何やら物騒な響きではないか。それがしのふるさとでは彼岸花と呼んでおりました。独創にはござりまするが、根をつぶし水にさらせば、おれこのように。もうたくさんじゃ。何が悲しいで、高貴なるこのわしはこんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。毒団子。さくな様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ、ミルテ。洗えばまだ食える。今年一年、お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へっ、偉い様は気まま語るなや。獅子も身も取れねんじゃ。あるだけマシだべっちゃ。オラはこれ好きだけんともな。おひいさま、いずこに。この団子なかなかいけるけどな。何食ってんだよお嬢様。食べ物を粗末にしてはいけませんぞ。飛び出すにしても身のくらいは羽織ってくるべきじゃったの。2021年大型の運勢は良かったはずなんじゃがの。ゼミー大型だったんか。吸血鬼に血液型などござらんでしょうが。そう、もう限界じゃ。職人なんぞ願い先じゃ。目が日でも都に帰って暖かい部屋で大の字になって寝てやるんじゃ。奴らのことなど知らん。どいつもこいつも寄ってたがってわしを苦しめおって。じいおじいじゃ。なんでわしの家中のものがあっちの側につくんじゃ。ああ知らん、何もかも知らん。わしは一人でも都に戻ってやるからな。知らんぞ。だが飯も食べてないから力が出ぬ。いや、そんなことを言ってはおれん。だが夜の海は寒すぎるの。お前さっきから弱音ばっかりじゃねえか。てか都に帰るなら私も連れてけ。寒い。こんなん船の上で凍死してしまうわ。結局戻ってきてんじゃねえか。うん、今のわしはとても無力じゃ。神ってもっと空飛んだりできるもんじゃないのか。死ぬかと思った。夜の海とはこれほどまでに真っ黒いものか。どこまで漕いでも吹雪から抜けられんし、もさっぱりじゃ。都などとてもたどり着けそうもない。ほら、帰って団子で目論や。神が大号泣してるところなんて見たくないぞ。おひい様、あやつらこの大雪の中で。みんな心配してるんだろ。帰るぞ。戻るほかないの。